はい、せーの、各種ビジネス。はい、イエス。この番組は、はい、北海道で活動する男性5人組ダンスボーカルグループビリジアンが、お送りいたします。30分間よろしくお願いします。始まりました。始まりましたね。3回目かな。3回目です。今日は第5木曜なんですけど、ま、要相談で、要相談で、はい、やらせていただくことになったんでね、今週も、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、イベントありましたよ。ありました、ね、この放送までの間にあったね、はい、ライブジアンとライブジアンとゼッツ、ゼップがね、ゼップ、いやーもう超緊張したよね。緊張しましたね。やばいやばい、やばかったよね。やばかったね。学部だ。どうだった？え、嘘でしょ。そんな変なこと。めちゃくちゃ緊張したよね、やっぱり。本当にね、うん、震えて震えてもうあの、うん、そのさ、本番前にさ、あんなに練習したの初めてじゃない？まあ時間がなかったけどさ、みんな血眼になってたちょ、ケンジ、もう一回曲かけて、もう一回曲かけて、まあ俺なんだけどさ、そういう人電話でかけてね、そうそうそう、携帯でかけてやって廊下で練習してね、何回もね、何回やったことか、もう出来上がった DVD をね、見るのが怖くてしゃあない。いや俺も怖いもん、すごい怖くてしゃあない。まあとにかく、ライブジアンとステップ、はい、来てくれた皆様ありがとうございました。ライブジャンもございます。ライブジャンもね、いつもよりこう人数が多く、そう、傭兵さんパワーでいただいて、うん、そうですね。傭兵さん、エバーゾーンの先輩グループのエバーゾーンの傭兵さんが誕生日ということでゲストでね、うん、出てくれたんですけども、ありがたい。はい、ありがたい。お、ジュンジュンさんがね、はい、どっちも行きましたって。おい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。これ大好きな。何これ。ってやってんの、俺の中で流行ってんの、絶対にもう流行らせないよ、それ今初めて見た。初めて本当に見たことなかった。あ、そう、はい、今週のテーマ、今日のテーマは、今日のテーマ、はい、発表してください。何でしたっけ今日のテーマ、今日のテーマ何でしたっけ。好きな曲、思い出の曲。イエーイ、イエーイ。いっぱいメッセージもらいましたね。もらいましたね。ありがとうございます。本当に曲なんてものはね、死ぬほどあるから、うん、実際ありすぎて出てこなかったりね。そうそうそう、思い出もね、その分多いと思うからね、選ぶのちょっと僕らも時間かかったっていうか、そう、迷ったよね、うん、俺さっき散々、俺さっきだもんできたの、ね、これだったらどれにしよう、どれにしよう、そう、さっき書いてあげたけどね。じゃあビリジアンの方からね、まずは、はい、発表していきたいと思うんですけども、はい、誰から行く？じゃあここを回ってくわ。あ、俺からいっちゃう、うん、よし、じゃあ、いい？お願いします。デーレンデーレンデーレン、ザン、思い出の曲は、ゴーイングステディのカヨです。はい、はい、嘘、え、カヨ知ってる？ちなみに知らない。嘘、これは知ってる。もうこれはね、中学校2年生ぐらいからもうずっとね、うん、代々もう先輩からもずっと聴いてたの、みんな。あるね、でもそれ何が思い出とかはないんだもう。あ、でもその中学校とかの時代って考えると、そうそう、これが出てくる。そう、鼻水垂らして鬼ごっこしたなとか、坊ちゃんを聞くと、坊ちゃんよろしく、坊ちゃんね、坊ちゃんよろしく鼻水垂らしてたと。そう、かよっつって、かよかよっつって言っちゃってんの。そう、歌ってくれちゃったね、坊ちゃん、かよっつってやってくれてんだけども。そんな歌なの？そう、でもね、サビがかよって。あ、そうなの。かよの意味はよくわかんないんだけども。なるほどね、うん、そう、めっちゃね、いや、ほんとこれ聞いてほしいです。ぜひ気になった人はね、ゴイステゴイステゴイゴイステ、いい歌です。いい歌。泣ける泣ける泣ける。いや、わかんない、ごめんごめん。俺のね、俺の鼻水垂らしてる絵が浮かんでくれるかもしれない。そっち、うん、そう、そっちが浮かんでくる。はい、まあ、俺はこんな感じなんですけども。はい、好きな曲は、好きな曲、いや、もうありすぎてね、出なかった。出なかった。出なかった。じゃあ、ゾーンさんの、うん、シークレットベースで。ゾーンのシークレットベース。そうそうそう、コートで言っちゃったパターン。コートで言っちゃった。書いてないから、ね、いや、でもね、いい曲だよ、あれはね、うん、歌いたいもん。歌っちゃえばいい。いや、ごめん。それは大丈夫だ。それは大丈夫。じゃあ、次の方、ネクスト、はい、ゆうちゃん。私、はい、私はこれみんな知らないと思うんだよね。はい、マッハ25のサンズオブザサン。ギャップ。これ絶対ね、若い人は知らないと思うんだよね。これね、知ってるよ。知ってる。僕らが中1、あ、そんくらい、そんな、中1だった、っけ、気がする。中学校の時に初めて、なんていうの、空で覚えた
ラップ、ラップの曲、うんうんうん、あの何も見ないで歌えるようになったラップの曲なんだけど、これがねもうね、俺前も言ったかもしれないけど、あのゲームボーイのゼルダの伝説をやりながらずっと聴いてたのこれ。ずっと聴いてて、もう本当なんだろう、パブロフの犬状態だよね。どっちかをこう思い出すと勝手にこっちが思い出すみたいなね。ずっとリピートだった。そう。でもゆうちゃんっぽくないよね。ゆうちゃんっぽくない。本当ね激しいじゃんこれめっちゃ。ラップの曲で、うん、すごい激しい曲なんだよね。ね。本当ね。なんで聞いたかもわかんない。なんで聞いたかも。未だに俺車のあの HDD に入ってるんだけど、うんうん、イントロ流れた瞬間に夏だって思う。ああ思うね。これねちょっと聞いてほしいよね。じゃあ俺もこれを思い出の曲にする。するって。これ俺も今からする。そう。これも一緒。わかんないよ。ね、マッハ25。マッハ25、ね。もうこの曲ないんだっけ？あのないね。あないね。ちょっとあのちょっといろいろ諸事情が諸事情がすごいことがあるからね。なくなっちゃう。これあの知りたい人はウィキペディアでね調べる。ウィキペディア。じゃあ次。次は。ポちゃん。ポッチャリーダー。ポッチャリーダー。僕は。はい。これです。でね。ミンミのザ・パーフェクト・ビジョンです。はい。どんな歌だ。知ってるでしょ、これはさすがに。いや、俺、いや、題名は、題名では分かんない。どの歌、リーダー歌ってみる。ちょっと1回。やっぱらっていう。いや、もうちょいちょうだい。もうちょい。1秒もなかったよ。もう一回もう一回もう一回。やっぱらってらったんしたら。はい。いいね。あれ、これを初めて聞いたときに、ものすごい衝撃を受けて、かっこいい曲だなっていう。確かにかっこいい。そう。レゲエかっこいい。レゲエとかも流行ってなかったからね、あんまり。そうそうそう、この時は、こんな曲全然なくて、うんうん、新しかったんですよ、うん、先取ってたわけだね。そう、だからこれがすごいね、記憶に残ってますね。わあ、うん、いいね。ミンミンね、うん、ミンミン、あとジューク、あとジューク書いてないけど、書いてないけど、ジューク、ジューク何、うん、何が一番好きなの？ジュークのね、うん、あの紙飛行機あの紙飛行機俺とは多分ね、もう渡るノリノリで歌ってくれたんだけどやっぱあれだよね、あれいいよね。こうちゃんって言ったらちょっとジュークっていうね、そう、こうちゃんはねイメージがジュークで育ってきたから、そうそう、全部歌えんだもんね、見ないでらしいよね。全部歌える、歌詞見ないで全部歌える。すごいんだから、こうちゃんすごいんだから、本当に。そう、これは本当にへぇ、ここでやりたいね、なんかでね、見せたい、その姿。いやー、もう企画で考えよう、それじゃあ今度。うん、次じゃあ、はい、真ん中の人。真ん中の人です。はい、Find You はカラーですね。出た出た出た。これね、ゆうちゃん、これね、これゆうちゃんじゃないの？ゆうちゃんのメガネか、あつしのサングラス。完全にあつしの方じゃないか。ゆうちゃんに似てるけど、ね、俺関係ない。Find You この歌はね、もう好きな曲ですね。うん、もうなんかリズムと歌詞がもう大好きで、いやでもね、俺も相当聴いてた。これはもう初代カラーっていうのがやばい ね、初代カラーね、このやばいって使う感じがちょっとエグザイルっぽいよね。やばいよねこれ。やばくないっすか。で、思い出の曲、お、はい、ででん、お、雪の花、中島美嘉さんですね。ほう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 、いいね。なんか最近またダウンロードしちゃって、うん、時期も時期じゃないですか。そうだね、冬だもんね。だから聴きたいなと思って、最近聴いてもやっぱりいいですね。いいね。いいよね、雪の花ね。なんかね、中3の頃、うん、中3の頃に出た曲なんだけども、その時のことめっちゃ思い出します。俺も中島美嘉だったら雪の花が一番好き。あ、本当に？うん、めっちゃ好き。ケンジたまにカラオケで歌うよね。たまに歌いますね。聞きたいでしょ、聞きたいでしょ、聞きたいでしょ、やらせてよ今やろうとしよう。すごい勇気。今日はやめとくかって。すごい勇気だね、はい、いや、いい、いい曲ですね。ケンジっぽいしね、両方好き、俺両方ケンジっぽいしね、うん。ファインドユーいいね。そういう、そういう絡み方今日。米ちぎるっていう絡み。そう。じゃあ次は最後。デレルさん。俺はね、俺の思い出の曲はね、はい、あの伝説を生きた男。お？デデン！マイケル・ジャクソン。曲じゃねえし。人物だし。曲じゃないから。すごいな。書くの忘れてたね。いや、何が好きなのマイケル？マイケル・ジャクソンのね。バットっていう曲。いいね。あれね、まあみんな知ってると思うけど、俺どんな感じのやつ、どんな感じ。俺もちょっと分かんなかったのよね。That's on the glow it. バカ野郎。バカ野郎。え、どんな感じだっけ。もう一回、もう一回。え、どんな感じだったの。いや、なんかよく分かんなかったから、もう一回。That's on the glow it.
で最初のためなんだろう。うざやす。うざやす。後でもう一回聞いたら、あ、渡るこの真似してたんだ。ここね、ここの真似ねっていう。いやでもね、いいよねバット。好き。あの俺太ってたからさ。急なタイミングアウト。みんな知ってると思うけど、俺太ってたから。うん、こうなんか痩せたくて、うん、その時にね、このマイケル・ジャクソンのバットを聞いてね、なんでかっけえんだと、うんうんうん、もうちょっとマイケル・ジャクソンマスターしてね、踊りを、うん、太ってるのにもっとね太ってたのにだから、そう、だからもうマイケル・ジャクソンがかっこよすぎて、うん、もうこれでもうダンスやろうと思って、もうその結果え、もうバキバキに言われた腹筋を俺も手に当ててうわよかったすごいよ先週コウちゃんも言ってなかった、バキバキに割れた腹筋。コウちゃんはもうバキバキに割れてるからね。コウちゃんの腹筋はバキバキだから。今度見せよっか、それね。イベントでね、イベント来てくれ。1ヶ月以内頑張って。1ヶ月あるから。シェイプシェイプ、バキバキだわ。すでにバキバキだわ。まあ、ビビシアンの思い出はこんな感じで、はいはい、今回もメールを ねいただきましたんで、読ませていただきやす。はい、じゃあまた同じ順番で、僕からいいですか、行きましょう。でんでんでん、ハンドルネームっていうんですか、そうね、ハンドルネーム、たまに週末アイドルかっこわらこんばんは、こんばんは、こういうタイプのそうそう、これでいきたいなと思ってこういうノリのやつ好きな人がたまに歌ってた曲です。諦めるよりも信じることにかけてみるっていう歌詞にめっちゃ共感。今も好きな人いて、その人のことなんだかんだ信じられなくなる日あるけど、これ聞いて諦めないで信じてみようって思ったり。あ、そう、曲言ってない。ごめんね、ごめんなさい。曲は曲は。ティーボランの話したくない。はいはい。知ってる？知ってる知ってる。話したくはない。話したくはない。話したくはない。大好きだもん、それ。いいよ、ね。大好きだ。大好き。あ、でもかっちゃんもなんかさ、歌ってんのか。ね、好き。ね。これめっちゃ好き。いいよね。話したくはないっつって。ティーボランって完全に俺ら世代じゃないけど。いや、そうそうだね。ね。そうだね。名曲でもなんか、まあそうだよ、聞いたことあるっていうのでは、名曲はね、いつまで経ってもね、心に、なんかいつの世代、惜しい惜しいよ、いつの世代が聴いてもいいんだよね、うん、なんか大勢でカラオケ行くと誰か歌うみたいな。あ、それ俺、そうそう、俺タイプだね。そういうタイプの曲だよ、俺タイプだね。とりあえずなんかこう、何、あの売れてる、売れてるっていうかさ、有名なこの名曲を歌っとこう的なね。いや、それディスリー俺のディスリーじゃない、ね、ディスリーじゃない、違うよね、全然そうじゃない。そう、ありがとうございます、メール。ありがとうございます。いいね、T ボナンいいね、うん、はい、じゃあ私ね、ハンドルネーム、はい、アキラさん、はいはい、はい、私は仕事で行けませんでしたが、ゼップお疲れ様でしたと。わあ、ありがとうございます。で、思い出の曲は、ウィンズのフォーエバーメモリーズです。私がダンスをまたやりたいと思わせてくれた曲です。一生懸命振りも覚えました。わあ、すげえね、ウィンズ、ウィンズもね、うん、ウィンズあんま聞かないんだよな。ほんと俺もね、中学校の時ぐらいで、ね、そう、俺も中、うん、中学校ぐらいの時に携帯の着メロを撮ってたの、1630何ワン音とか、うん、あ、懐かしい懐かしい懐かしい。そう、撮ってた。でもあれじゃない、あのダンスをまたってことは、今ダンスやってたってことだよね。そういうことだよね。すげえ。師匠様だ。お師匠様。お師匠様だね。お師匠様。お師匠様。明さん。明さん。お師匠様。渡るはウィンズっていう世代じゃないの、あんまり。知らない。本当。俺は世代だったよ。俺。フォーエバーメモリーズめっちゃ聞いてた。これフォーエバーメモリーズってさ、あれじゃないの？流したの。え、何？違う違う。めっちゃ聞いた。あのデビュー曲。デビュー曲だよね。そうそうそう。あのすげえ声高かったって。そうだね、まあ、中学校の時だったから歌えたんだよね、これ。マジで普通にまだあの声変わりがそうしてなかったからこうちゃん自体もね。はい、ということで、はい、ウィンズで、ウィンズ、ね、ありがとうございます。イエス、ありがとうございます。大丈夫、チャットはね、チャットの方はね、そのユッキさんが、ビリジャーの皆さんこんばんは、こんばんは、みんなかっこいい、キャーキャーキャーありがとうございます。どんどんね、コメントもお願いします。今、あの思い出の曲とかキャーってやってくれたよ、またそう、マー君っていう方がねキャーキャー、肩ノリでっつって俺大好き、マー君マー君大好き、こういうこういうノリ大好きです、はい、じゃあ、こうちゃん、はい、メールを、
ハンドルネームエッチなクロミちゃん出た。なんか前回もなかった？あったあった。エッチなクロミちゃん。ビリジアンの皆さん、こんばんはみー。みーみー。思い出の曲は稲垣潤一のロングバージョンです。ロングバージョン。初めての年下の彼、吉川晃司にそっくりのイケメンで。絶対付き合えないと思ってたのに付き合うことができて、彼女になれて初のお泊まりからのピー言えません。その時彼の部屋で流れてた曲でした。歌詞が私の思いとリンクしていて、あの日の幸福な時間が今ではいい思い出です。おーい長かったね、こうちゃんね。頑張ったよ。頑張ったね。やめた、やめた。キッカー浩司さんじゃねえや。違う。ロングバージョンって書いてある。俺あれしか知らない、クリスマスキャロル。うん、クリスマスキャロルは知ってる。クリスマスキャロルは知ってんやないかい。それしか知らない。使ってくれよ、使ってくれよ。知ってんやないかい。ロングバージョン、ロングバケーション。ロングバケーション、ロングバケーションなんだ。いや、わかんない、わかんない。合ってると信じよ。それドラマ、ドラマ合ってると信じよ。うん、もうね、吉川晃司が離れないね。なんかもう稲垣潤一よりね、吉川晃司のその、その時の彼が吉川晃司に似てた。年下の彼で、でチャチャしあってた。で、あの付き合うことになれて、あの初のお泊まりからの P、うん、言えませんって書いてチャチャってやつ。チャチャ。あの前のカメラ見て、前のカメラ。だいぶ強い。いや、ほんとごめんなさい、ふざけすぎました。ごめんなさい、だいぶ強いよ。ありがとう、してたから。そう、ありがとう。はい、じゃあね。はいはい、あとチャットの方もね、はいはい、コメントくれてますよ、やばやさん。今日ってこと忘れてた。思い出してくれてありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうね。じゃあ今見てくれてるってことだね。うん、ですね、こっからね。はい、じゃあじゃあね、ケンさん。はい、ハンドルネーム、ゆっぺさん。好きな曲はビリジアンのプライベートナチュラルです。わあ、わあ、好意的に読んでるこの人。理由は初めてビリジアンと旭川で出会った曲でもあり、うん、知るきっかけともなった曲でもあるので気に入っています。ああ、すげえ嬉しいね。嬉しいですね、ありがとうございます。自分たちの曲が思い出に残るってすごくない？相当なね。じゃあ多分なんかナチュラルとか聞いてくれるとね、うんうん、そのイベントに来てくれた時のことをきっと思い出してくれてるって考えたら嬉しいね。めっちゃ嬉しいね。嬉しいね。本当ありがとう。ほっこりしちゃった。ほっこりしちゃったね。急に。キャッ。さっきの流れ。さっきの流れでね。うん。うん？ね、渡るがね。ズ君にずっと隠れてるよって。え、出ろ出ろ。ね、それは俺が隠してるってことかな。あれ、あえて、あえて。いや、わたるがちっちゃいのかな、今日。あれ、俺の顔がでかいからや。俺の顔がでかいからわたる隠れちゃうんや。やめよ、ちょっと出るよ。やめよ。それやだよ、パクリだし。一気にやるんだ。ちょっと、俺ちょっとこうやってやるからね。俺もじゃあちょっと、浅くね、ちょっと生意気だけど。生意気だけど、ごめんね。はい、じゃあ、じゃあ、わたる。メール。ハンドルネーム、のりぴーさん。ありがとうございます。あざす、好きな曲、思い出の曲、一つ言うのなら、ゆずの栄光の架け橋です。おー、挫折するなど、人生うまくいかなかった時にふと聞き、耳コピーをして、うん、なんとか右だけでも完璧に弾けた一曲だからです。ピアノだね、さっき。あー、うん、いいね、栄光の架け橋大好き、俺も。何かと流れるよね、体操のさ、なんだっけ、団体かなんかの体操の鉄棒でさ、最後さ、うんうん、こうフィニッシュの時にさ、実況がさ、栄光への架け橋があ、うんうん、あったじゃん。それを思い出したっていう話。結構流れない。なんかいろいろ感動のシーンで、あれなんだっけ、オリンピックだっけ、あれね、あの主題歌、主題歌、ね、なんか PV もさ、うん、サッカーの競技場っていうの、あーで、なんか歌ってるような、なんか、うん、感じだったよね。ぼんやり思い出してきた。
いや、いい曲だよね、ゆずさんのはいい曲。はい、じゃあメッセージ他にもくれた方もいるんで、名前を。あれ、あ、じゃあゆずさんお願いします。他にもですね、ほいほい、ハンドルネームエリンさんとか、あとは受付のお姉さんとかね、くれました。くれました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ね、いやいや、次回、はい、次回のメッセージテーマは、お、次回のメッセージテーマはまだ余韻に浸んない、浸りたい浸りたい浸りたいけど、まあ俺のさ、うん、全然関係ないんだ、一気に。これも結構不思議じゃん、うん、なんでこんなの持ってんのってなるじゃん。こうちゃんのが一番不思議なんだよね。何持ってるこうちゃん。最高の何ですか何何に出たいの。いや、なんかさ、当たり目決めるときとそんなに当たり目、当たり目そんな迷う状況トークに困ったときにこいつを使うんですよ。え、じゃあ、まず、やべえ、待って、何喋ろう、やべえ、どうしよう、どうしよう、何喋ろう、なんでやねんそういう使い方なのなんでやねん転がすんじゃないのびっくりした。ただ転がしても、転がしても意味わかんないけどね期待以上だったよ、こちら俺の期待を上回ったすごいな。こういう時に役立つんですよ、これは。サイコロじゃなくても何だっていいもんね生肉とかでもいいやだ、当てられる方のこと考えてようわーってなるじゃん。何だっていいもん、もうもはやすごいな。じゃあね、来週の、うん、ビリジアン、来週は来週もあるんでね来週、そうだね、今日が第5なんで第1もある、あるんでね。メッセージテーマを発表、発表しちゃって、かっちゃん、はい、メッセージテーマは100万円を1日でどうやって使い切るのみたいな感じだよねもうちょっとふわっとしちゃった、ふわっとしちゃった、どんなんだっけと思って、どんな、合ってた。もし100万円、もし100万円が当たったら1日でどう使い、どう使い切るのみたいな感じじゃない。ほら、こうなっちゃうでしょ。そうそうそう、まあ、そんな、そんなテーマです。ただ、1日で使い切るっていうところにポイントを、ね、そうそうそう、そこがポイントなんだよね。助かる、貯金はなしで、助かる、貯金はなしで何に使うかそうそう、あんまりね、大きい額だとまた何でもありになっちゃうから。3億とかだとね、そう、あれ2億貯金して1億ちょっと旅行しながら買い物してみたいになっちゃうから夢ないよね。とりあえず100万円を1日でリアルに使い切れそうな額だね、うん、そうだね、100万円っていうの、はいはい、そういう、いい、うん、エリンさんが100万円当たったら交流会に使うっつってありがとう、無茶じゃね、無茶じゃない、嬉しいけどね、うん、100万円はね、ちょっとね、無茶かなと。お、あとみんなの特技は何ですかっていう、紹介してくださいっていうのが、みんなの特技、特技、うん、バク転ですかね。もらいたバク転かな、特技やね、バク転でんぐり返しです俺でんぐり返しですかっこいいな、みんな前みんないいよね、第1回、第1回とかの時でやったけど、この流れそう、いいなやってって、もうすごいやってって書いてる。いや、ちょっと狭いからね、そう、うん、今日はね、広かったらやってやるかも、イベント来てくれたらね、イベント的にね、やるかもしれない、やるかもしれない俺でんぐり返しやんないからね俺やだよ、今でも一回もやったことないよね。そうね、みんな俺に気使ってくれてるでしょって。俺がバクテン、わー黙っちゃったこの話やめようぜこの話やめようぜ、バクテンの話 NG だ、 NG なんで、事務所的にね事務所 NG だよ、事務所 NG ってなんだよ。はいはいもう浸っちゃいましたよ、余韻に。まあ、来週のテーマは、はい、100万円を1日で使い切るとしたら何に使うかっていうそう、これはね、楽しいよね考えてても楽しいと思う、ね、夢広がるよね。うん、100万円でしょ、おやつか、おやつ、いや、夢今、夢の話でしょ、おやついっぱい使い切らなきゃいけない使い切るんだよ、ぽっちゃリーダー、ラーメン、ラーメンも食べる、ラーメンぽっちゃリーダー食べ物だけか、ぽっちゃリーダーぽっちゃリーダー食べ物だけだよ極めつくの、ビールね、ビール飲みまくる100万使い切れないけどね。あ、そう、じゃあ、来週じゃねえや、来週、来週までやるイベント紹介をしてないですよ。そうね、そうですね、はい、じゃあリーダーでは、はい用意してくれてたんだででん、11月30日金曜日、次世代ライブボリューム5、オープン18時から来てねーとなってますなってます来てねーはこっちの感じじゃないの、だって明日ですね、明日、ね、明日です。いやー、実際ライブ5回目だよね。 5回5回もやってんだね、意外と少ない感じする、本当にすげー多く感じる、本当に、うん、
どうしたどうしたくしゃみしちゃったか。でもさ、ボリューム5って5回じゃないでしょ、確か。あ、そうっけ。 0.7 とか。それライブじゃん。あ、それライブじゃん。あ、そっか。全然ライブ。世代ライブは5回目。あ、そっかさ、5回目か。来てくれるとね、嬉しい。ゲストも出てくれる。そうね、ゲストも。うん、ゆきさんもね、100万円あったらグッズ全部買って交流会に全部使う。みんなかっこいい。一回100万円こっち側でもらおうか。一回貸して、一回貸して、一回全部もらっちゃう。10だけでいいや、10だけ。増やそうと頑張るけどね。はい。そうだね。あれ？これで。ん？これだけかな？以上で。以上ですね、今週は。近いのはそうだね。そうですね。こんな感じで。まあこの先にも一泊とかね、いろいろ楽しいイベントあるんでね。うん。来てくれると、来てくれると嬉しいですね。さあ、あれですよ、今日の恒例のやつあるじゃないですか。先週から恒例のね、出た。はいはいはい。今動くのあれだけどさ、ちょっと動こう。渡るタイトルコールいいですか。マジで。それはせっかくだからね。どうぞ。タイトルコール誰がやるか。俺がじゃあ前向いて、お願いします。いっちゃいますよ。はい。今日の渡る、デデン。さあ始まりました、今日の渡る。ですね、じゃあね、はいはい、似てないモノマネを全力でやるシリーズ出た。大好きだ。前回もこんなんだけど、シリーズ化される、シリーズ化される。じゃあね、アントニオ猪木と、あ、アントニオ猪木がちびまる子ちゃんの家に行って、でこうちびまる子ちゃんのこの絡み。じゃあどうですか、お願いします。ピンポン、ガラガラ、なるか。行けばわかるさ、迷わず行けばバカロン。1、2、3、ダー、イノキのバカ。あ、マルコちゃんどうしたの。あ、タマちゃん。ヘイベイビー、どうしたんだい。あ、タナマくん。まあこういう感じになっております。あ、イノキの意味ねえの。やばい、やばい、面白い、面白い。なんでイノキ出てきちゃったの。なんだったら、あの子楽しかったよ。あー、すごいね、さすがだよ、さすがだよ、やった、さすがだ。いやね、来週もね、今日の渡るを期待してみてください。楽しみにしてね。お願いしますよ。はい、じゃあ締めは、はい、じゃあ終わりますか。はい、はい、はい、時間ということでね。はい、はい、ありがとうございました。今日のお相手はケンジ、ゆうや、カズ、コウイチロウ、ワタルがお送りしました。また来週。また来週。